った。マイチケットのチケット見てる。あ、すいません。じゃあ、で、どういうふうになってんの？ってなってるけど、あ、普通に暇式のホームだね。よし、よし、こんな感じ。もう忍者一色ですよ。うん。悩ましいところですよね。そう。忍者の輪といえばね、こう、いいがかこうがかというのはね、まあ、これはもうあの永遠のねテーマでございまして。もうヤマハさんですぐ裏手なんですよね。名前も似てますけど、実はね、場所もすごく近い。うん。伊賀といえば、服部くんか忍者っていうと、服部くん。効果の方がいろいろあるのか。バジリスクも効果、忍法帳。ポコピーもね、効果ですもんね。そう考えると、まあ、伊賀はその、忍者だけじゃなくてね、比較的その、俳句と忍者っていう感じのね、ツートップっていうのを全然出してくるのに対して、効果は比較的、もう忍者、オンリーでね、ガリガリ行くぞっていうね、感じがあるのかなっていう、違いがありますけど。まあでもね、いろんな説がありますもんね。実はその、後場所が、その、全国を巡っていたのも、実はその隠密活動の一環だったんじゃないかとかね。当時ってその、よっぽどじゃないと、その全国をね、ふらふら、旅をするってことはできなかった時代なんで、実はそうなる、いうような説とかもあったりするっていうね。まあ、ただね、忍者はね、絶対に、私は忍者ですとは言いませんからね。そう、忍者っていうと、その、なんか、その、ね、ドロンとしたりだとかね、すごい、隠れ身の術を使ったりだとかね、すざすざと、なんかね、屋根の上とかをね、飛び回ったりだとかね、そういったような感じのね、イメージがあれですけど。なんか実際の忍者の活動っていうのは、いわゆる、情報、諜報員みたいなところへの意味合いが強かったというわけで、情報収集、ですから、今で言う、いわゆるスパイに近い、あれだったっていうね。その、情報収集の活動の一環として、そういった、設備が、極秘的にね、そう、言ったんじゃないか、なんていうのもね、言われたりしますけど、まあ、きっとね、その時は忍者博物館とかね、そういうところ行ったらね、きっといろいろありますしね。あと、なぜか忍者キングダムがあるのは伊勢なんだよな。あれもね、今ちよくわからないけど。そう、伊勢忍者キングダムなんだよ。特に伊勢って忍者って押してるわけじゃなかった気がするんだけど。あれもよくわかんねえ。伊賀は伊賀で忍者博物館みたいなとこがあったはずです。さっきありましたよね。リストの中に手裏剣投げれますって書いてあったけど、多分その手裏剣投げれるところとかはあれでしたよね。あとやっぱしそういうのがあって、観光のね、あれが強いんでしょうね。あ、伊賀神戸、押さねえと。危ねえ危ねえ危ねえ。危ない危ない。早まきのとこ、落ちとった。上撃戦がまとめてきてわたわたしとったんで、ちゃんと映してませんし、ちゃんと早まきも来てきましたよと。あれか。なるほどね。みじまるがちょっとあれなんですね。キャラクターがあれになってるんですね。サブになってるんですね。三重県はね、もともとこのアニメキャラに乗っかるの実はね、そう。やってる件ではあるんでしょうかね。どうなんだろう。まあ、ポケモンはね、何せそもそもこの鳥羽地方、ポケモンね、作られた方がこっちの方の、出身ということで、それもあってね、結構、ポケモン関連がね、非常に栄えている、ところがありますよね。なので、ピカチュウバスとか走ってたりだとか、電気バスのね、やつがピカチュウバスって言って走ってたりだとか、のもいろいろあるのも、そういった名残ですね。もうすぐ引っ込み店の形ですね。駅自体は一面二線の島式の単純なあれですけど、引っ込み店が両端にあるってのも珍しいですよね。
き込み線というか留置線かな、うん、に該当するのかな。実際あんまり使ってはないんでしょうけど、そっちにで車高があって、でも駅から直接車庫に入庫はできないんだ。まあとかスペース的な問題か。ですから一回こっちの側線から入っていって、で奥まで出して入れ替えて入れるしかないのか。なるほどな。まあでもすっかり東急のね車両が増えました。昔はね旧近鉄のね車両が当然近鉄だったんで残ってましたけど、なんなんでしょうね、なんか東急の車両ってやっぱメンテナンス化しやすいとかなんかいろいろあるのかな。運搬とか大変そうですよね近鉄よりも。あでもそうか、近鉄から持ってこようと思っても結局あれなのか、線路の幅が違うから陸路になるのか。で行くとあそうか、 JR 伊賀上野まで公衆運用して持ってくればこっちは行けるのか。期間はそっかずっと一緒だから、へえ、そういうようなところとかもあったりするんでしょうかね。なるほどね。でもあれですもんね、あの車両整備とかするのに、あの例えば養老鉄道とかだと確かあのいちいちあの標準機のやつに履き替えてあの塩浜まで持っていくとかいう なかなかエクストリームなことやってるらしいですけどね。さあ言っとる間にうちにもうそろそろ電車来るのかな。で最後伊賀神戸ですね、あと4分後。ちなみにさ近鉄特急どうねんだろう、18時11分なんでまっさらに行けるな。これで行くのもありだな。よし、もうこれでね伊賀神戸から先の切符も買えるよと。よし、次へ。購入決定。よっしゃ、買えた。これで一気に30分でね、まさかまで来ちゃいますからね。便利だ。乗り換え6分ぐらいやるんで、まあ余裕でしょ。よし。じゃあ、伊賀神戸駅、乗っていきましょう。そんな、そうだね。よし。